キュンです。キュンとしたこと、最近どうですか、ありますか。あ、キュンとしたこと。私ありますよ。ありますか。あのね、はい、あの台北で、お昼ご飯を食べたじゃないですか、はい、その時もうなんかおもてなししてくれようと、もうコース料理のお昼なんですけど、すんごいたらふく食べさせてもらったんですよ。そうですね。そしたらもう、あの7割ぐらい来たところで、隣にいた川西くんが顔を真っ白にして、食べられない。それにキュンとしたの。可愛いって思った。ちょっとエスっ気の入ったキュンだよね、それは。そうだよね。